じめに東京湾アクアライン上り線の情報です。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。川崎浮島ジャンクションから木更津ジャンクションまでの区間では順調に流れています。引き続き京葉道路及び立山道上り線の情報です。貝塚インターを先頭に2キロほど、また花輪インターを先頭に4キロほど、それぞれ渋滞しています。また花輪インター付近で乗用車が故障して止まっています。続いて下り線の情報です。船橋料金所付近を先頭に交通集中により渋滞しています。引き続き立山道木更津南支線上り線の情報です。木更津南インターから木更津南ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。木更津南ジャンクションから木更津南インターまでの区間では順調に流れています。引き続き県央道内回りの情報です。大網白里スマートインター付近で事故が発生しています。続いて外回りの情報です。大網白里スマートインター付近で事故が発生しています。 ETC カードの有効期限が3月末のものが多数あります。有効期限切れのカードをご利用された場合は ETC レーンのバーが開きません。走行前に必ずカードの有効期限を確認してください。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。